はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は4月19日金曜日の、えー、更新前日予想をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ということでね、まあ、すでにね、告知が合ってるものもあるんですが、 え、まあクラちゃんがね、開催されるかどうかとかがね、ちょっと基礎に、キーになってきそうかなと思うんですけど、まあとりあえず今の現状はですね、まあ TSS が登場した時点で、まあキャンプの告知がされましたよというところですね。まあこれはもう特攻がね、あの、TSS になるので、それに伴ってということで、まあね、あの、告知されてるようになるんですが、まあクラちゃんの告知がね、ちょっとないんですよね。うん、まあここについてちょっとお話ししていくことがあるかなというところと、で、あとですね、ガチャが、まあ今来てる優勝ガチャとか、まああいったのが 全て終わるまあ TS ガチャ以外が終わるんでねあのそれ以外の、まあ、ところ普通のガチャの更新が来るんじゃないかなというところが、まあ、今回のね4月19日金曜日の、えー、更新注目かなと思いますねはいということで、えー、やっていきたいと思うんですがじゃあ注目ポイントすいませんフライングしましたが見ていきましょうこちらですはいということで4月19日金曜日の、えー、更新注目ポイントなんですが 1>, 1、まずイベントについてですね。2、えー、ガチャについてというとこのこの2つが、えー、注目ポイントになってきますので、えー、それぞれね、まあ、今日はお話できたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで早速ね、1のイベントからねお話をしていきたいんですが、はい、まずですね、告知があったところとしては、キャンプがね、19日から開催ですよという告知が、まあ、すでに行われてまして、まあいろいろね、ページ見に行ったら、 結構詳しく告知されてたね。なんかいつもみたいにあの、キャンプありますよとかじゃなくて、結構もう特攻とかもバーって乗ってたね。うん。まあ、そんな感じで告知が綺麗にされてたんですけど、まあこれのみの告知ということで、まぁ、あ、クラちゃんの告知がね、ないというのがね、一つちょっと気になる人もね、いるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ここが今回のお話の、まあキーポイントになってくるかなと思います。 ということで、まあ結局ね、まあクラちゃんの告知がないということで、まあ結局じゃあ告知がなくて当日開催もされるのかというところですよね。まあ大体キャンプといえば、まあ基本的にはクラちゃんとフラッグ集めがね、まあだいたいセットで、うん、来る組み合わせになるので、ここについてちょっと気になるかなというところですが、これはですね、ない可能性がね、結構高いんじゃないかなと思いますね。はい。 というよりですね、どっちかというと考え方的には、まあそのキャンプが告知されました、クラちゃんをなんで告知しないのって話に、まあ、なってくるんですよね。うん。だからまあわざわざクラちゃんを告知しない理由がないので、ここに関してはもう今日は、あ、今日というか明日は、うん、もうクラちゃんなしで、うん、キャンプのみの開催が濃厚になるのかな、とか、もしくはプラスアルファでなんかあるのかな、みたいなね。 うん、そういったところになってくるかなと思うので、まあ、結構土日しっかり挟むんで、何かしらね、まあ、キャンプのみだとね、ちょっと退屈だなという人もいると思うんですけど、まあまあ、今んところキャンプのみの、うん、開催の可能性の方がちょっと高そうには、まあ、見えるかなって感じですね。はい となるとですよ。うん、まあ、キャンプの監督、まあ、単独の開催がね、高いんですけど、まあ、昨シーズンはね、これね、どうだったかというと、まあ、順番がちょっと定かではないですけど、確かね、クラちゃん先に当てたと思うんですけど、その後にレギュラー追加とかと同時に、まあ、キャンプが来てて、そのレギュラーが特攻でしたよ、みたいな感じでの単独開催はあったんですが、このタイミングでの単独開催は、でも正直ね、うん、なんかあんまり、まあ、なんか <laughs>、 メリットがないっていうか、メリットがないっていうか、あんまりキャンプの単独開催って盛り上がらないからね。基本的にどうかなと思うんですけど、うん、まあでも、おそらくですけど、そのまあ、ブラリ旅とかでもやったので、まあやれないことはないんだと思うんですけど、まあなぜかキャンプが単独開催ね、まあいろいろ大変なんですかね。まあもしかしたらあのね、レギュラー追加とか限定更新とか、まあいろいろね、この後に結構大掛かりな、まあゴールデン行く前に、まあ30日の更新かな。で、いろいろ待ってそうな気もするので、まあそれに、まあ、 ね、それの前休みみたいな <laughs> 感じなんですかね。まあ、ちょっとわかんないですけど。まあそんな感じで、えー、まあキャンプ単独が濃厚になっていると思います。で、期間はですね、まあ、23日までだと思います。で、23から30までが、まぁ、あ、クラちゃんっていう感じの流れが、まあ、自然なのかなという感じですね。はい。ということで、ちょっとね、退屈になりそうな気もするんですけどね。まあ、キャンプ単独開催。まあ単独開催ということはもしかしたらね、まあ このキャンプ、まあ、消費 GP 半分になってるとか、まあ、もしかしたらなんかそういった処置があ、措置が取られてる可能性がありますので、まあ、そこに期待しつつって感じですかね。キャンプ単独で、まあ、結局7000とかまでやらされるって感じになると、22時、22時、23だから、まあ、4日間から5日間ぐらいあるんですよね。なので、ちょっと長いので、 なんかね、うん、ないかなというところで。まあもしかしたらね、まあその他イベント枠とかになるんですけど、まあリミテッドマッチとかね、なんか、そういったものはもしかしたらあるかもしれないですけどね、同時開催としてね。うん、って感じはしますけど、ちょっと今、もしかしたら <laughs>、もう退屈な5日間ぐらいに、まあ4日5日間になるかもしれません。はい。ということで、まあキャンプ単独開催が濃厚と予想しておきたいなと思います。まあ個人的にはクラチャも来てほしいですね。はい。 で、まあ、クラちゃんで、19から20ね、ナぼまでして、そっから、まあ、なんか普通のイベント売ってほしいな、という感じがしますけど、まあ、それが叶えばいいんですけどね、ちょっと告知が来てないので、可能性は薄いなと思います。はい。じゃあ続きましてね、ガチャについてのお話をしていくんですが、 まあガチャ更新のこのタイミングですよね。果たして何が来るのかというところで。まあ優勝ガチャとかも先に来てたので優勝ガチャ連続とかおそらくないと思うので、優勝ガチャの可能性はもう候補として切,った切りたいと思うんですが、まあそれにしてもね、タイミング的にはいくつか、まあ候補があるんじゃないかなと思うので、まあそれについてお話をしていきたいと思います。で、基本的にまあここからのガチャっていうのは、まあどっちかというと日本代表よりもニューウェーブ特化したガチャの方が多いんかな。でもまあ代表も正直30から、 ね、あの、限定更新来るから、まあ、30から7日ぐらいまでは、ね、あの、ガチャとかいろいろあるし、まあ、ガチャ更新のタイミングがないし、で、考えると、うん、まあ、アンダーイ表、あ、でもゴールデンウィッキーのガチャがなんか来るんかな、アンダー日本代、アンダー23はね。で、考えると、まあ、ニューウェーブが結構強めに、まあ、ピックアップされてる可能性が高いような時期な気もしますね。はい。ということで、ここがメインになる可能性がまあ,まああると思います。となった時にですよ、 まあ結局候補がいくつかあると言ったんですが、じゃあその候補って何なのかというと、じゃあまず一つ目は、えー、これフェスティバルガチャね。まず候補としてね。はい。まあこれはね、まあ、まあチーム強化ガチャとかのお気に入りクラブ券がまあ、おまけのガチャも他にもあるんですけど、まあ一応こういったのも含めてにしときますかね。まあただね、フェスティバルガチャがのまあ、可能性としては高いんじゃないかなと。 で、フェスティバルガチャってどういったものかというと、まあ、これもね、毎回ソックスが20個ついてくるんですよね。で、お気に入りクラブ券おまけだったりとか、最初の方が割引で引けたりとかというところがあるんですけど、まあ、大体ガチャの方も、まあ、限定が確定とかが大体ついてくるので、そこがま、ニューウェーブになるような感じのイメージが、ちょっと個人的にはま、強いのかなと。で、去年とか一昨年一昨年はどだうかな、去年はね、このお気に入りクラブ券のガチャ、まあ、フェスティバルガチャ来てたと思うんで、まあ、そういったところも踏まえると、まあ、お気に入りクラブ券は1 一発をしてくるんじゃなないかな、まあ、これ一応、スターターのピック扱いみたいな感じにも見えるからね。うん。なんかそういった感じで、フェスティバルガチャとか、お気に入りクラブ系おまけのガチャが、まあ、個人的に一番可能性が高いんじゃないかなと、はい、予想しておきたいなと思います。まあ、この時期のね、まあ、最後の、まあ、スターターにしろ、まあ、ニューウェーブにしろ、まあ、追い込み期間になるので、 うんまあ、こういったガチャが来るといいですね。まあそしまあ、もしかしたら、まあ、そのアンダー23がそもそもそのガチャから出ないというのがあるので、もしかしたらそっちピックアップの可能性もないとは言えないんですけど、でお気に入りクラブ犬からニューウェーブとスターター狙ってくださいね、ねみたいな、まあ、ガチャになってもおかしくは、まあ、ないかなと思います。まあ、いずれにしてもまあフェスティバルガチャとかこういうお気に入りクラブ犬がおまけのガチャが、まあ、今回の可能性は一番高いんじゃないかなと、はい、予想しておきたいなと思います。 まあただですね、まあ、もう一つだけ、えー、候補を挙げるとしたら、やっぱりあれが来る可能性がありますよということで、まあ、あとはね、まあ、やっぱりダブルリトライかな。はいまあ、ここはね、昨シーズンもまあ4月とか来てますし、まあ、早いうちから、ね、来てるので、まあ、出しやすいガチャにはなると思うし、まあ、なんならね僕もダブルリトライ結構引いてきてる身としては、やっぱりね、このうんどっちかというと月後半にやっぱ来やすいガチャなんですよね。はい、僕の収益日を狙ってね、狙い撃ちしてくるガチャなんでね。 もう、憎いですけどね。まあ、今回も、ま、来る可能性がありますよ。ただ、ただですね、まあ、今回、その、ニューウェーブと、ま、アンダー23しか今限定がない、まあ、スターターディスレギュラーみたいな扱いなんで、ってなると、うーんー、まあ、プラスアルファになればね、何かが復刻するかもしれないんですけど、まあ、去年の見てきたら、まあ12、12%だったんで、まあ、これ12%の可能性があるんじゃないかなと思いますね。個人的に12%だったら引きたくないけどね。 まあでも12%って言ってもね、まあ初戦ね、これね、本当にもう先広告みたいなもんでね、まあ本当は確かに確かに12%なんですけど、まあ85以上の確率なんてもうただ知れてるんでね、まあ当たる気があんまりしないんですけど、まあスター、まあスターターの上の方とか当たればまだ救われる可能性あるけどね、うーん、あんまり正直来ても引きたくないから、まあフェスティバルガチャ来てくれた方がまだガチャ引きやすいかなっていう、まあ僕の個人的な事情なんですけどね、うーん。まあ皆さん的にもまあどっちかというと、 お気に入りクラブ系まけのガチャが来た方が多分いいと思うんでね。まあそれが来るように、せめてねガチャ引こうと思ってる人は祈っておいてください。はい。ダブルリトライ来ないように祈っておきましょう。はい。ということで。え、もしかしたらね、まあ新シーズンということで、まあ新しいガチャが来たりとかね。まあそういった可能性もないとは言えないので、まあそういった後は新規枠の可能性とかも若干残ってるのかなと考えると、まあ一応ガチャ更新はいくつか候補があるんじゃないかなとは思いますね。はい。ということで、今回ですね。 はい4月19日の前日予想をやっていきましたがいかがだったでしょうか。まああんまりね、更新的に熱い更新タイミングじゃないんですけど、まあイベントがキャンプのみなのか、それとも、まあ、クラちゃんが来るのかというところが、まあ一つ大事なところとして、やっぱ注目点があるというところと、まああとはガチャ更新で何が来るかね、まあこのガチャによっては結構いいガチャが来る可能性もあるし、まあ新規のガチャの、ね、可能性とかも、まあ新シーズン始まってからね、まあ新たに生み出されたガチャとかかもしれないんでね、まあそういったところも含めて、まあちょっと新シーズン特有の楽しみは若干残しつつ、まああれが来るんじゃないかなという恐怖心 まあありつつ、まあ、僕はね更新を明けたいいなと思います、まあ、ダブルリトライ来てもね、引く気がしないんですけどね、まあ、ただ去年やられてるんでね、<laughs> シーズン更新手前にね、金旗出してやられてるんで、まあ、リベンジしたいですけどね、まあ、いいタイミングではありますけど、まあ、来たらちょっとぐらいは引いてあげようかなと思いますね。はいということで、じゃあ今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。バイバイ。